こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この防災用ですね、防災とか災害の時にですね、リュックサックに入れておくものって、まあ、防災の時にそこで初めて持ってくるものでもなく、リュックサックに入れておくのに、いいものということで、私もいつも言うんですけども、タオルとか手ぬぐいがね、便利ですよっていうのをお伝えしてます。でもやっぱりちょっとね、タオルはね、まあ、かさばります、まあ、これがね、タオルなんですけども、まあ、これは、スポーツタオルなんでちょっと大きいんですけどもね、こういった形のものですね。で、裏はあのバイオになってます。で、表はこういった形、シャーリングでプリントされているものなんですけども、まあ、こういったものでも十分この、災害とかには、ね、役立つんですね。ちょっと大きめになりますので、実を言いますと防寒にも、ね、役立ちます。防寒にも役立ちますし、まあ、いろんな普通の拭き物とかちょっとした汚れなんか拭いたりとか、まあ、当然タオルなんで洗って干したらすぐ乾くんでね、そういった使い方も可能ですね。で、もう一つがこの手ぬぐいです、まあ、これが、手ぬぐいですけども、ね、まあ、いろんな手ぬぐいがあるんでしょう。これはたまたま手元にあったプリントの手ぬぐい、お客さんから許可いただいているものなんですけども、こういったものがあります。で、このプリントの手ぬぐいでしたらどういうことかというと、この手ぬぐいっていうのは、実を言いますと、こう端をピッと切ってピヤッとやると、この切ったところからこの同じ長さで下まで切れていくっていうのが特徴なんですね。で、また次やってやる、ずっと切れるんです。あの包帯のように切れるんです。ということは、何か怪我した時に包帯代わりに使えたりとか、ね、紐でこうくくってロープ代わりに使えたりっていうこともできます。実際自分が引っ越しの時にですね、重たいものをこの手ぬぐい切ってこうやって湯割って下ろしたりしたこともありましたね、2階から。ですから結構ね、使えるんですね。ですからいろんな用途に使えるのがこのタオルとか手ぬぐいになります。まあ、手ぬぐいもタオルも両方とも綿 100% なんで、まあ、吸水性であるとか汚れを拭いたり、また汚れたやつをこう洗って干すとすぐ乾くっていうのが特徴になりますので、まあね、リュックサックの中に、まあ、手ぬぐいでしたらあんまりかさばらないで 2,3 枚入れといたらいいでしょうし、まあ、タオルでしたら1枚か2枚、ね、必ず入れておくようにしてください。本当に役立つと思います。よろしくお願いします。